はい、皆さんこんにちは、とんきちでございます。今日もね、ちょっと取って出しな感じで1本だけ動画上げたいなと思っています。で、ね、今日ちょっとお話しする内容は iPhone のバッテリーちょっと持たなくないっていう内容です。今ね、何回か動画でもちょっと出してるんですけど、 iPhone8 を僕は長もう1年弱ぐらいかな使ってます。弱って言っても10ヶ月ぐらいだと思います。でね、これがね、ここ最近ものすごいバッテリーの消化が激しくてちょっと悩んでるんですよ。ちょっと具体的にお見せします。これ 13.3 ですかね、 iOS の 13.3 が入ってます。で、これね、設定のところからバッテリーっていうのを選ぶとバッテリーの状態っていうのが確認できるんですね。まあ、こんな感じです。これ見て見えるかな、バッテリーの充電時間と、あと画面 iPhone がアクティブだった時間とバッテリーの減衰状況みたいなのが書かれてます。昼間の状況とかが書いてあるんですけどね、実はね、今日4回ぐらい充電してるんですよ。で、まあ、昼間はね、ちょっといろいろ株取引を見たりとかもしてるんで、通信を中心に結構ね、たくさん使ってるっていうのは間違いないんですけどね、ちょっとあまりにも減りすぎじゃないかっていうところがね、ちょっと今疑問なんですよ。昨日の夜の10時過ぎから朝の6時ぐらいまでのバッテリーの挙動っていうのはちょっとね、見てみたんですね。それがこちらです。じゃじゃんと。同じように上がバッテリーの消費量。で、下がね、アクティブ。まあ、いっぱい操作してれば棒グラフが上に出るっていう感じなんですけど、当然ね、寝てる時間なんでね、ほとんどね、夜中ってアクティブじゃないんですよ。それがね、寝る前にだいたい 80% 以上充電した状態で寝始めて、寝るまでちょっと触ってはいるんですけど、その後、ずっとね、夜中中減衰して、なんと朝起きるとね 20% ぐらいまで下がるんですよ。これちょっと見づらいかな、見づらいかもしれないけど、これ 25% ぐらい朝起きた時点で下がってます。すごくない？ギリギリまでこれ充電してるのよ。この一番このゲージが高いところ、ちょっとねしましまがついてると思うんですけど、これ充電してるんです。そこから減衰してこんな状態になってるとね、これひどいよね。でね、まあ今日この動画撮ったのは皆さんの、特に iPhone8 かな、最新の iPhone11 とかどうかわからないんですけど、皆さんの iPhone の消費量ってどうですかっていうのをね、ちょっと聞きたくて今日は動画撮影してみました。まあ、同じような状態だよっていうのか、もしかして全然ここまでじゃないよっていうのか、その辺ね、もし皆さんの感想なんかあれば教えていただければと思います。ちょっと今ね、もうちょっとあまりにもひどすぎるんで、iPhone やめようかどうかっていうところを毎日悩んでいる感じなんですよ。なので、ぜひ皆さんの状況を教えていただければと思います。じゃあ今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。